バスコダガマレー、レイボタフォゴブラジル、4回戦セカンドレグ、ブラジル杯4回戦セカンドレグ、バスコダガマ対ボタフォゴの試合が現地時間23日に行われた。試合は0-0の引き分けに終わっている。今、ズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこで簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、現地時間17日行われたファーストレグでは、マテウス・バビの決勝点、よりボタフォゴが1-0の勝利を飾っていた。ファーストレに引き続き、セカンドレグでも、ボタフォゴの本田圭佑、キャプテンマークを巻いて、先発出場を果てた、ている。3分、ビクター・ルイスのクロスからボ、フォゴのブルーのナザーリオがボレーを見るも得点ならず。42分には、ボタフォゴのペド・ラウルが、ヘディングシュートを放つがゴール上に外れた。その後もお互いに攻め立てるゴールならず。試合は0-0の引き分けに終わったものの、2戦合計1-0としたボタフォゴがベスト16出を果たしている。なお、ホンダは今回の試合で無出場を果たした。得点者、なし、両。